いや、この度は松井産業で、お家をご建築いただきまして誠にありがとうございました。北原さんありがとうございました。実際お家の方を建てていただいて、はい、今冬で結構外寒いじゃないですか、はい、でもお家の中どうですか、暖房つけたりとか。そうですね、結構暖かくて暖房もしくはストーブつけるだけで室内がすぐ温まるので、はい、結構快適に過ごさせていただいております。結構暖房1個つけるだけでお家の中中暖かくなったりとか。そうですね、はい、もうどちらかで大丈夫ですね。暖房だけでも、はい、すぐ暖かくなる。あとうちエコアイ換気っていって特殊な24時間換気を使ってるんですけれども、はい、それから家の中の空気とかは何か感じることとか、例えば花粉症の方いたりとかアレルギーお持ちの方いたりするとか。子供がちょっとハウスダストがダメで、結構前のお家とかはすごいなんか咳込んじゃったりとか多かったんですけど、この時って良くなります。じゃあ咳込んだのがなくなったりですとか。そうですね。どうもありがとうございます。あと実は当社の感謝祭今日来ていただいてて、はい、結構お客様来ていただいてるんですけれども、どうですか実際来ていただいて。そうですね、結構賑やかな感じでここまで賑わってるとは思わなかったんですけど、はい、すごい楽しそうで、はい、本当毎年こういった感謝祭やってますんで、はい、ぜひ毎年来ていただいて、本当にたくさんのお客様来ていただいて、本当に、お客様と一緒にまた3代にわたってお付き合いできる会社を目指してますので、今後ともぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。